どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、ガズレレではもうだいぶおなじみというかたくさん曲をウクレレレッスン動画アップロードしてるんですけれども、星野源さんの、新しい曲ポップウイルス、こちらの曲をこの小さいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者さんに向けたなるべく簡単にしてるんですけれども、ちょっとやっぱワンブロックにコードが4つ入ってきたりとかして、まあコードは簡単ですけど、これ結構早い動きがあるっていうのがポイントでございまして、歌い回しとかもちょっと難しいんですけど、はい、簡単バージョン、できるだけ簡単にやっています。後半のかっこいいバージョンはもうキレッキレのかっこよさを表現したいんですけども、これ難易度は高いですね。16ビートのカッティングです。はい、その中で歌を歌うということで、なかなか、かっこいいバージョンは、スキルが高いかなということですけど、まあいずれ今夜はできるように楽しんでやってみましょう。さあ、ウクレレ大好きな曲をじゃんじゃん弾きながら歌う弾き語り、こういうのも最高なんですよ。ウクレレは音楽を諦めた方いいですよ。ウクレレ助けてくれますよ。簡単ですから。弦も4本しかなくて、押さえるのも簡単だし、ちっちゃいからどこでも持ち運んで練習できるっていうのがポイントでございまして。しかも可愛いでしょ。で、いろんなことできるのがウクレレのいいところで、ぜひ始めてください。今ご覧になってる YouTube チャンネルの私のガズレレチャンネルを見てるだけで、結構すぐ弾きますよ。私、丁寧にね、しっかり、レクチャーしてますんで、ぜひ、ウクレレ、YouTube で、始めてみてください。YouTube だったらいつでもどこでもご飯炊ける間でもね、無料でできるわけですから、どうも皆さん、どんどん始めましょう。さあ、もうちょっとしたらここにリンク貼るんですけど、このリンク先の、ホームページの1枚で、初心者レッスンはここというところがあるんで、そこをクリックしてもらって、数字の1から動画を一緒に見ているだけで、あれ、私今弾けたんじゃないってすぐなりますからね。じゃあ、ここ行ってらっしゃい。初心者レッスン、ここクリック行ってらっしゃい。いってらっしゃい。そこにはすでに私が取りためた650曲以上のありとあらゆる音楽曲がウクレレ簡単レッスン動画としてアップロードされています。最新 J-POP から洋楽から夏メロからアニメソングから、演歌から、ハワイアンからもういっぱいありますからね。さっきのリンク先の下の方に行くといろんな曲が出てきます。さあ、星野源さんのポップウイルス、まずはシンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやってみようと思います。ワン、ツー、音の中で君を探してる、霧の中で朽ち果ててもさまよう、闇の中で君を愛してる、刻む一泊の永遠を歌の中で君を探してる、波の中で笑いながら漂う、今の中で君を愛してる、刻む一泊の永遠を、刻む一粒の永遠を、デレレ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 デン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 。ふざけた人間なんだ、偏る生活をかぶいた、そう君の手のひら美しくくるくる変えたんだ。口から音が出る病気、心臓から花が咲くように、魔法はいつでも歌う波に乗っていた。始まりは炎や大きれではなく音楽だった。音の中で君を探してる、霧の中で朽ち果ててもさまよう、闇の中で君を愛してる、刻む一泊の永遠を、歌の中で君を探してる、波の中で笑いながら漂う、今の中で君を愛してる、刻む一泊の永遠を。
片隅一粒の永遠を。せーの、はい、シンプル簡単バージョンやってみました。今のはですね、YouTube に上がっていたプロモーションビデオの長さなんで、その長さをガズレレで、簡単コードにアレンジして今やったというのがガズレレバージョンでございます。そしてですね、動画のテロップを見ながら一緒にゆっくり弾いてもらうのもいいんですけど、やっぱりワンブロックに4つコードが入ってて結構忙しい感じですよね。はい。その辺もちょっと、先を読みながらコードを書いていく。でですね、自分でね、ノートに書き出すと結構いいんですよ。で、テロップを見ながら書き出してもいいんですけど、まあ、こんな風に書いてますということで、私のノートを見ていただこうと思うんですけど、今回このノート結構ね、細かい。まあ、この上のグニグニラインはいつも私が言ってるメロディーラインをこう書いてるんですけれども、あとね、注目してほしいのはこの点なんですよね。ここも、ワンブロック見てください。Dm、G7、Am、点って書いてるでしょ。これかっこいいバージョンではここ空白になるんですよ。で、この空白を点でドットで表記しているんですけど、ここ C で弾くときは C で弾きますよということとか、2番繰り返したときはここ C を弾くとか、そういうちょっとことで、テロップでその違いをちょっと見てもらいたいんですけど、そういうことがちょっと細かくなっております。で、あとここもね、これからのかっこいいバージョンではここ点黒、ドットが2つで、だけれども、今やったシンプルバージョンは C で弾いちゃったというようなことで、結構この中にメッセージがたくさんあるんで、今回ちょっと多めに写しておきます。まずここを、一時停止でメモってみてください。はい。ここはまず最初の出足で、もうちょっとね、今回リズムをここに書いて、後でこう解説します。ひとまず一時停止でメモれるとこまで行ってみてください。はい。この辺もいっぱい書いてありますよね。はい、じゃあどんどん行きましょう。ちょっと余計分かりづらいから、うん、これはテロップを見た方が理解できるかもしれないですね。はい、でここまで来たらサビに戻ります。サビっていうのはこの最初の頭からこういう風にバーっと行って戻ってきて、最後のラストでここをやったということになるんで、サビっていうのは結構長いんですよ。最初のここからここまでがサビですね。ここからここまでが、はい、なんで繰り返しになります。はい、ちょっとこれ囲っといたら分かる。ちょっと待って、はい、こんな感じでこっからここまでがサビですから、こうやって今やったバージョンをこうやってずーっとやってきて、ここまで来たらサビに戻るから、もう一回こっからやり直してきて、最後の最後繰り返しのとこではここをやったっていう歌詞がちょっと変わる、そういうバージョンでやってみました。なんで今回はシンプル簡単バージョンとかっこいいバージョンの動画などテロップの差をちょっと探し出してもらってやると分かりやすいと思います。とにかくこのドットが入ってるところは、休符だぞ。音弾かないけどタイミングがあるというふうに覚えておくといいと思います。じゃあ出てくるコードを解説します。いきますよ。C、Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。これ、1,2,3,4,5,6,7。え ?6、8か。これフルコースかな ?1,2,3,4,5,6,7。あ、これはもう、これですね。ガズレレ必須コード。全員集合のパターンのやつでございます。このガズレレ必須コードっていうのは、初心者さんにまず真っ先に覚えてもらいたい8個のコードの仲間のグループの名を言うんですけれども、コードっていうのは星の数をだって全部覚えようと思ってもそもそも無理だし、キリがない。まず足がかりになるのはこの8個のコードです。これをまず最優先で覚えてください。以前このコードを私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここにあります。ここでコードの勉強を楽しくしてください。これめちゃくちゃ面白いんでぜひおすすめします。じゃあここからかっこいいバージョン入ります。かっこいいバージョンはズバリ言います。難しいですとも。難しいです。まず出てくるコードは一緒です。で、リズムなんですけど、16ビートのチャ、カッティングって書いてあります。ちょっとやってみましょうか。こんな雰囲気です。音の中で君を探してる、霧の中で朽ち果ててもさまよう闇の中で、ババッ、どうですか、難しいでしょこれ。ダンスババッ、ダンスダスカバン、ダンバンダスカババッ、はい、このリズム基本のその16ビートとかカッティングなんですけど、まあ、今のやり方、一応参考までに、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというところから、16ビートのチャとカッティングっていう2つの動画の集大成なんですけれども、まあ、動画見てるカッティングってのはここで、左手でパシッと止める。こういうのカッティング。右手でも止めることありますけど、これを、
こういうのを織り交ぜています。で、16ビートっていうのはリズムストロークの中でも一番最高峰に難しいものなんで、まず8ビートからだん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 積み上げてきて16ビートの茶までたどり着いていってください。これはね、結構難しい。ファンキーナンバーですね。やっぱりこの曲はですね、ものすごい R&B とか難しい、ファンキーな、すごいブラックミュージックのルーツを感じさせるんですけど、この空間がね、すごく出てくる。これをちょっとね、見てください。丸が2つ書いて、ちょっとこうやって、ダンス、ツツツ、ダダツツ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 、ダンツ、ダス、ツダス、ツツツツ、パツツツ。ちょっと長いだけど。いきますよ。ダンツツツ、ダダツツツツツツツ、ダス、ダス、ツダス、ツツツ、ダンツツ、ダダツツツツツツツ、ダツツ、ダツツ、ダツツツツツツ、こんな感じ。ダンダ、ダンダ、ダン。ここがね、ダンダ、ダンダ、ダン。ツツツ、ちゃ、ここ星が書いてあるけど、これは、茶とか、アクセントを入れるといい。これが要はこっからここまでのリズムなんだけども、ここは4つ、じゃん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 ってなるとこもあるんですけど、あともう一個歌の中で、じゃんすじゃすたじゃす、チチクチクチ、じゃんずじゃんずじゃん、バーンっていうアクセントもあるんです。アクセントはいろんな種類あります。一個の定番は、ダンツダバ、ダンツダンツダン、ダンツダダ、ダンツダンツダダ、これが一個。もう一個、リズムが入ったところで出てくるのは、ダーン、ダダッ、ダダン、ダッ、ダッ、ダッ、バーン、ダーン、ダッ、ババッ。こういうのも出てきます。今のバーンは C が足されたっていうなんですけど、まあこの辺の使い分けが結構ありまして、もう一個はもうシンプルなのは、ダーン、ダッ、ダダッ、ダーン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 っていう4つでシンプルなパターンと、要は3パターンってことになるのかな。とにかくこれ結構難しい。口で言うのがいいです。ダンダスクババツクツクバッカバッカダッツダッツダッツツクバン、ダンダスクダダッツクタクダッツダッツダッツクバッ。はい。これシンコペーションなんだよな。シンコペーションっていうのはアップで変わる。ジャンジャジャンジャジャン。ここで言うと、Dm、G7、Am の人によーく見ると矢印が書いてあるでしょ。これね、シンコペーションのマークなんですよ。ジャンジャジャンジャジャン。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。Dm、G7、Am なんだけど、でんででんででん。前にガッと食い込んでくるでしょ。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。口で言ってみてください。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。これが、この矢印を使って表現しています。ちょっとだから楽譜テロップもごちゃごちゃになるか、可能性はありますけど。そんなこと、まずメインリズムが難しいということを一個伝えておきます。で、あとですね、この、拍がね、ここちょっと見てください。ということで、ここ、2拍なんですよね。なので、ここはテロップ、動画内のテロップでも言っとくけど、Dm-G7 2回、例えば、1、2、3、4、1、2で、ラップのパートに入るっていうか、ちょっとこれもテロップで一度確認しておいてください。あと、この、最後の方っていうか、この、ちょっと、始まりは炎や棒切れでは、ここで、だっ、だっ、だっ、だ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 、この辺もテロップに表記しとくんで、ちょっとこの、今日はね、ノートが結構細かい感じになっちゃってるんで、ラップなんでね、もうここは。なんかそのテロップからいろいろ組み取ってもらうといいと思います。まあ、ちょっと、こう、でも、ファンキーな感じなんで、基本的にはこう、体を揺らして、こう、ノリノリの感じを出したいんですけど、なかなかこの歌が細かいんで、そっちの方に持っていけるかっていうとか、肝だと思うんですけど、グルーブに身を委ねて、かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、音の中で、君を探してる霧の中で、朽ち果ててもさまよう闇の中で、君を愛してる刻む一拍の永遠を歌の中で、君を探してる闇の中で、笑いながら漂う君を愛してる刻む一拍の永遠を、刻む一つの永遠を、デレ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 
ていた。始まりはこの親を消えてはなく音楽だった音の中で君を探してる君の中で朽ち果てても様に闇の中で君を愛してる刻む一泊バージョンやってみました。まあなかなか16ビートのカッティングを弾きながらこう歌を歌うっていうのはまあ最高難度の難しさだと思うんですけど、ちょっとねこのリズムの感覚が分かりかけてくるとすごく楽しめると思うんですけれども、もうあんまり深刻にやんないでくださいね。やっぱ音楽楽しむのは基本にあるんですけど、やっぱりそこに何かこうね掴める何かがあるといいと思うんですけど、皆さん楽しんでやってみてください。はい、ガズレでいろんなことやってます。もうイベントはもちろんやってますし、いろんなグッズ情報とか本の情報なども、ご案内したいと思いますんで、ご覧になってください。どうぞ、はい、ガズレレホームページどうぞご覧になってください。ガズレレホームページを見ていただいたらいろんな情報盛りだくさん、はい、ホームページのリンクここに貼っておきます。でガズさんですね、いろんなイベントやっております。で最新情報からここにバーっと書いておきますけど、博多広島と、福岡行きますからね、2月はお待ちもうその辺りの方も大集合してください。ウクレレ持ってきてよ、ウクレレ持ってきて一緒に歌いましょう。お一人様も大歓迎、私がいるから安心してください。楽しいですよ。でいろんないい話もするし、あの皆さんの質問にも答えるし、まあ、とにかく楽しい。でこういうイベントどんどんあのさっきの下に続いていくんですけど、三重とかねそっちの方にも行くんですけど、この先また日本中行きます。どこまで行くか、最後2019年9月1日にドーン日比谷の野音ガズレレ決定しております。この辺の詳細もうちょっとしたら大公開します。ちょっと楽しみに待っといてください。野音でガズレレですよ、これやばいことになりますよね。はい、それでですね、はい、こちらドーンガズさんね CD も出してます。 CD っていうのは2枚組で、1枚の CD は作品としての CD、 もう1枚はその作品としての CD が弾けるようになるレッスン動画ということで、 CD はね、YouTube でも全部公開してレッスン動画も上がってます。その CD のこと、レッスン動画のこと全部ここに一目にして CD の関係のことまとまってるんで、ぜひ聴いてください。めちゃくちゃかっこいいですけど、今流れてる BGM もその CD から見れます。コードは4つか5つくらいでできちゃうってやつですね。はい、この CD もよろしくお願いします。あとね本いろいろ出してます。はい、主婦の友社から出てるめちゃくちゃいいこと言ってるガズレレのあのスピリット、私がどういうこと、私は白血病で骨髄移植したりとか結構凄まじいんですよ。その中で楽しみを拾ったぞというのはこの本で、はい、こっちはリットミュージックから出てる日本で一番今売れてるウクレレ教則本、超簡単版です。これめちゃくちゃ分かりやすい。はい、こっちはガズレレ歌本シリーズもとうとうボリューム5まで来ました。こちらも累計3万部を超えてる売り上げを誇っていまして、なんで売れてるかというとめちゃくちゃ分かりやすく簡単だからです。はい、ありがとうございます。こっちはもうあの YouTube 完全連動なんでね、ぜひ楽しんでいただけると思うんですけど、そんなこんなでもうガズレレ盛りだくさんです。ホームページ一回冒険してもらうとですね、いろんなグッズ売ってます。このウクレレも売ってますし、こういう水引きも売ってますからね、こうストラップなんかもあります。あー、これはもう大盛りだ。ウクレレで音楽で人生を豊かにしよう。楽しくやろうぜ。バイバイ、また会える人はどんどん会いに来てくださいね。さようなら。音楽楽しみましょう。バイバイ、チャオ。